信教の自由、要するに宗教を信じる、特定の宗教を信ずる自由というのがあって、その自由は内心の自由だけにとどまるのではなくて、信仰告白の自由、自分はこの神様を信じています、この宗教に属していますということを告白しても迫害を受けないために、信仰告白の自由というのが英米法化で認められました。この信仰告白の自由から実は言論の自由というのは導き出されてきたんですね。こちらの方が優先であったんです。というのは、以前の昔の時代においては、神を信じる、仏を信じるというのは、これ人間にとっては基本的な、本当に基本中の人権中の人権であったからです。